ヘイ、便利屋ガネットって、おおほう、どれどれ、うん、なるほどなるほど、この便利屋ガネット、これで一仕事を終えたわけだな。私は先を急ぐ。いやはや、さすがはご自慢の相場を使えば。私には飛行らと遊んでいる暇はない。いや、もしかして、ほんと世間知らず、東海と軍は帝国の世界と、しかしパライバ様のご趣味は隊長殿のようなひ弱な美人。このクズどもめ、やめろ。貴様は我らに向かって相馬を抜いたら、ふん、皇帝、そこシング、治った、まずいぞ。カルセド、カルセドニー様に相馬を向けるとは。貴様、こいつらも全員相馬使いか。カルセドニー様に相馬を向けた罪は重いぞ。たっぷりよ、あのバキッとけ、どうどう、それだ。で、帝都城内で、ほう。貴様、構わん。しかし、カルセドニー、同じか。はい。母さんは、それで、村で会った、村娘、そんなことより我が騎士、そんなことって、それは相馬の個人より世界を見ろ、おじさんた、その力を正しく、事実帝国の世界、何を言う、我ら帝国正規軍は首都はグロシラー城主、無礼者は貴様らの方だ。聞いたぞ、我が兵に対し剣を向けた、そう、四年石程度の武器、帝国の世界統一は我が教その後、ほう、ならばちょうど軍がこれを収めて、デスティル病、そのようなことこそ息子を使って陛下を手中にしたつもりだろうが、これはまた不穏な発言です。アライバ様が立派にせ、陛下を人形扱い、それはお互い様で、カルセドニー、今なんと言っ、俺はこんな、何を言っとるのだ貴様、ブレーナ、教会はスピリアの力、やれやれ、世の配下となり奴らの排除に、他人の悪口と、その程度の鬱ならば好きにするがいい。ってわけで、確かにあっしはなら、こういうのは信者のふりを、あんた何、俺驚いたよ、地位が高くなる、俺、私も全て、それはあのか、しょう、貴様には関係もない、やっぱ琥珀たち、貴様、ほう、最近ではもう真の愛、わかった、奥で手伝う、怖いか、ここまではうまくいったな、好きや、シンガ、その声は、やっと見つけたぜ、ちょっと待ってろ、みんな一人で、本当だ、よし、とやべえ、ジョーちゃんのスピルンガ、ねえ、こんな時にややこしい、でもよ、光が、あいつ、ほら、みんなそんなところで何、イネさん、いいところへ、受け止めてね、あー、ごめん、貴様ら、待て、この状況で待つ人間がいるもんですか、イネスさんも相馬使いか、あんたたち、あの野郎のスピルーン、今は後回しだ、とにかく逃げ、先ほどの光、うん、コーネルビン、お任せや、なるほど、それとみんなでも帝都で商売ができ、よし、これなら借金もから、イネスでいいわよ、じゃあ今古城の、古城の都、北東か、アラク、残念、君たち、ちょっと待て、姉さん、あら、
ジョ・デスピルビュ。さあ。Thank you.
せす。はい、お疲れ。レスピル病。どうやら、もしかしてみんなカルセド。よし、とにかくあなた方、なるほど、そうですね。そっかそっか、シャルローってすみそくーすみ、常に新しい表現にちょ、でも少しでもか、マリンさん、お役に立てて嬉しいですわ。ウキャー、こっち話では、なん、色が、へえ、そ、君たちね、絵を描く、そう、目の見えろ、まだ山、先生、僕はベリル、どうか、俺も手伝うよ、君たちは、こっちは妹、なあ、あれ、あの先生、やっぱりゼロ部に取り憑かれてた、待って、お題は隠れて、二度と、どうだ、ゼロも、くそ、でも俺のスピレアを直したいんだ、お前たちが才能を見かけたが、俺はそんなさ、もう悩む必要、俺の才能、ベリル君、もちろんタダでとは言わない、さよなら先生、待て、俺の話を聞いているの、人のスピリアを救う、皆さん、うん、そうですか、彼女は一別荘、マリー、とんでも重い、何より、たとえ今がどうで、ここもひどい、お、キャシティ、あの娘、話して、ああ、助けて、そのままおさ、あれは急がっ、うっ、そ、さあ、始めよう、消えなさい、キャシティ、いえ、アレクのヤス、キャシティさんが、あんた、自分のスピリアに、それは、急に、彼をな、え、ごめんなさい、あんたの、あのお嬢、ほら、まさか、マリンさん、事情は話す、そう、でも、そして、私は、うん、パッと一気に開、私の彼と、水門、わかんない、この街が浮かぶ、もしその水門を、嘘、あの方は、大丈夫、お願いし、